どうも、吉本プラモデル部部員の佐藤ピリオドです。今日はですね、青島さんから出ております、こちら箱スカ日産スカイライン 2000GTR、 こちらをですね作りたいんですけども、ただただ作るわけだけではない、ただただ作るだけではないですよね。それが言いたかった。ただただ作るわけではございません。せっかくなんで、こちらをヤンシャ、昭和のヤンシャっぽく私の方で作っていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。スタート。さあ、それでは早速中を開けていきたいと思います。青島さんのスナップキット、シルバーパーツ、そして車体ですね、車の、そしてシャーシ、そして内部フレームもあります。こちらはタイヤですね。そしてクリアパーツ。まずですね、ヤンシャにしていきたいので、フロントの方から攻めていきたいと思います。そこのフロントパーツの方なんですけども、秋葉原工作室にあったジャンクパーツ、こちらを流用していきたいと思います。フロントタイヤのですね、周りというか外にちょっと泥はね、余計みたいな、なんか外パーツがちょっとさらにヤンシャを調べたらこうついてたので、まあ、それを追加で、あれをなんていうパーツなのか分かってないんで、それをちょっと追加でつけていきたいと思います。まず当たりを取ってカットしていきたいと思います。続きましてはですね、この新しく作ったパーツ取れました、飛びました。新しく作ったパーツの内側の、さらにですね、タイヤを見えるように内側、内輪の部分に、印、まあ跡をつけて、マークをつけて、そこを切っていきたいと思います。もう本当にね、自分でヤンシャを作ったような、当時20代手前、19とかの男の子が自分で改造して作ったヤンシャを目指して、作っていきたいと思います。どんな感じになるか楽しみです。はい、ここでトラブルでございます。デザインナイフで、ラインを入れてニッパーで切れたら亀裂で結構いくもんだと思ったら、普通に行ってほしくない方のパーツも飛びまして、ここで溶剤ですぐオペを開始いたしたいと思います。1個目が終了したので、次2個目の作業に入っていきたいと思います。2個目もね、感覚的には全く一緒ですから、ただ左右対称に僕の方でなるべくしていきたいと思いますので、そこを注意しながらカッティング、そして削ってヤスリがけしていきたいと思います。はい、2つのパーツの方が出来上がりましたので、今からフロントタイヤの外枠につけていきたいと思います。まずはですね、グレーパテ、ガイアさんから出てます瞬間カラーパテのグレーを内側につけまして、硬化スプレーで拭いております。あとでね、溶接っぽい感じを出したいんで、外側からもグレーパテの方を塗っていきます。それを作業を行っていきたいと思います。さあ、続きまして、まあ、内側のパテをまだ若干乾燥させて、乾燥待ちなので、その間にですね、板車といえばやはりちり取りでございますので、このプライター、プライターでですね、
今からちりとり作っていきたいと思います。はい、切り出し終わりましたので若干ヤスリがけをしまして、カッター台にありますこちらの分度器表みたいなのありますよね、左手に。そちらをちょっと利用させていただいて、うっすらね見えるんでそのラインを、まあ、なんとなくまずつけさせていただきます。そしてそれをもうねすぐ切れちゃいますんで、ハサミで切ってからヤスって形をきれいに作っていきたいと思います。さあ続いてですね、サイド言ったら車のパーツにつけるためにはサイドのこのちりとりのサイドの枠も必要なので、そちらをですね、まあ、いろいろ試行錯誤しまして自分の方でなんとなくこれだったらいけるなという形ができましたので、それを今から切り取っていきたいと思います。はい、切り出してですね、ちりとりと接着してもうパーツにもつけてしまったのがこちらでございます。ちょっと見せて、見えてないよ、見せてパーツ、そう、あ、今ねかかとの調節をしてますね、まあ、かかとって言っていいのかわかんないですけども、そちらの調節中でございますけど、見せてください、どんな感じになりましたか、見せてください。よかったら、あ、今切ってますね。はい、こんな感じになりました。あ、いいですね。いい感じになったと思います。その後ですね、フロントタイヤの方の溶接の方の、あれも終わってますんで、ヤスリ掛けをしていきたいと思います。はい、まあ、ヤスリ掛けの方がだいたい目処を立ちましたら、そのまま、パーツの塗装に参りたいと思います。これからどんどんヤンシャっぽくなっていくのが非常に楽しみです。さあ、こんな感じとなっております。いい感じですね。なんか本当に金ない先輩がなんとか改造してやったって感じを再現しておりますけども、ちょっとねここがこの今傷ライン取ったんですけど、ここが邪魔なんで、ここをリューターで削ってから、はめ込んだりパーツつけたりしていきたいと思います。リューターでですね、ざっとですがこうやって、削り倒しましたんで、これで大丈夫だと思います。それではめ込んでいきたいと思います。ちゃんとですね、はまりましたので、これからシルバーパーツ、こちらを、つけていきたいと思います。ちょっとねここにやっぱこの太陽のこのマークが欲しいんでね、こちらを筆塗りで、塗っていきたいと思います。筆塗りはね作業を入れるでしょうか。ちょっとこれをね筆塗りで塗っていきます。
いやだいぶバカっぽくていいよ。これを乾燥してトップコートを拭いて、パーツつけたら完成です。それでは行きたいと思います。ということで、2000GT 青島さんの 2000GT ですね、箱スカ完成しました。ヤンシャパターンこちらです。てってれー、どうですか、車庫タンにしてローダウンにして、ここの周りにね、ミキシングでパーツつけて、そんでチリ取りつけました。これね、写真もちゃんと撮ってありますんで、ご覧ください。どうぞ。いかがだったでしょうかね。結構いい古い暴走族のヤンシャになったと思います。内装はねまた近々ちょっとやれたらいいなと思います。内装もねやっぱ土金とか、ね、そういうその辺ちょっとこだわって、作ってどんどんこれもクオリティ上げていきたいと思います。よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンの方、コメントもお待ちしております。あとですね、一応言わなきゃいけないと思ってる、デカールはですね、もう貼りたいとこだけ、こういうとこですね、こういうとこ、自分の中で貼りたいとこしか貼ってません。まあね、お好きに貼るのも自由ですか、いいと思います。よかったら、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。以上、佐藤ピリオドの YouTube 動画でした。バイバイ。